はい、皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。ミニさんがくれた誕生日のお花、まだ元気ですね。この花もいただいたバラですね。佐賀から持ってきました。東京から佐賀に送って、そしてまたその一部を佐賀に持ってきました。ごじちゃんご無沙汰で、皆さん特製佐賀さんサラダで、これは私めでございます。もうこの頃ね、あのいりこでカルシウムを取ると、これですね、これわかめと豆腐の味噌汁でございます。味噌汁正直ね、僕あんま好きじゃなかったんですけど、美味しいですね。で、ひき割り納豆にいただいた崎陽軒の、これを皆さんが焼きシューマイにしてくれました。そして今日は玄米、味付け海苔とでいただきます。そしてこれもいただき物、マンゴーじゃー、マンゴーです。皆さんが切ってくれました。桃も皆さんが切るとこんなに綺麗にできますね。じゃあ皆さん良い一日を。本当ありがとうございます。ごきげんよう。やっぱり2日だったからだいぶ経つとね。良い一日を。ありがとうございました。